こんにちは。東海おすすめスポットレビューの時間です。このチャンネルは東海地方のファミリーが遊ぶのにちょうどよくてコスパのいいスポットを紹介してレビューしていくチャンネルです。今回は愛知県を代表する水族館で今年オープン30周年を迎えた名古屋港水族館を紹介します。雨でも楽しめる名古屋港水族館の目玉はなんといってもシャチ、イルカ、ベルーガのビッグ3です。入り口のすぐ右手にシャチの水槽が見えます。日本でシャチが見れるのは千葉県にある鴨川シーワールドと名古屋港水族館の2カ所だけとなっています。世界中の海に生息し、魚やイカ、アザラシ、鳥類などを捕食し、時にははるかに大きなクジラを捕ることもあります。海の食物連鎖の頂点であり、海のギャングの異名を持っています。そんなシャチをこの名古屋港水族館では公開トレーニングといって15分間解説付きで見ることができます。こんな巨大生物を調教できるなんてすごいですよね。アースっていうシャチがいるんですけど、1日で食べるカロリーは10万キロカロリーです。重さにすると約70キロだそうです。成人男性の40日分を1日で食べてしまいます。もっと詳しく知りたい方向けにこんな興味深い本を見つけました。あまりに細かすぎる名古屋港水族館ガイドです。朝日新聞の記事にもなっていて、あまりに細かすぎる東山動植物園ガイドという本もあります。あまりに細かすぎるシリーズの第2弾だそうです。この本を事前に読み込んでいって現地で答え合わせをしていく作業も楽しそうですね。説明欄にリンクを載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。続いてはイルカです。名古屋港水族館の持つ野外水槽は長さ60メートル、幅30メートル、最大水深12メートル、水量13400トン。観客席3000人収容で日本最大の野外水槽となっています。この日本一の大きさの水槽でショーをやるのがこのイルカたちです。イルカ側もいろいろ水族館はありますが、名古屋港水族館の広々とした水槽に来れて幸せでしょうね。水族館ガチャ成功したイルカたちですね。まあ広い海の方が良かったかもしれませんが、このシーンも本当に運よくイルカたちが寄ってきてくれて、可愛いシーンを撮影することができました。イルカショーでも言ってたんですけど、生まれたばかりの子供のイルカは母親の母乳を飲むらしいんですよね。それを聞いて魚じゃなくて動物なんだなって思いました。イルカの知能指数は人間の3歳から6歳の子供くらいあるらしいです。幼稚園児並みなんて聞くと可愛く見えますよね。続いてはベルーガです。もう名古屋港水族館といえばベルーガっていう感じの定番中の定番の人気者です。私的に名古屋港水族館にいる生き物といえばと聞かれたら、この白いコブのついたイルカが浮かんできますね。残念なことにしばらくの間ベルーガは6頭いたんですけど、実は4月にターニャというベルーガが岩に激突して事故死していて、5月にはホドイという44歳の高齢のベルーガが多臓器不全で死ぬという悲しい知らせが続いています。この時見たベルーガは誰だったか分かりませんが、偶然口で輪っかを作ってくぐる瞬間を見ることができました。ただこの光景を見ていた横の男性が大興奮していて、そっちの方が気になっちゃいましたね。ちなみに名古屋港水族館の公式インスタグラムもやっぱりシャチ、イルカ、ベルーガのビッグ3が多めです。マイワシのトルネードは3万5000匹のイワシが迫力のある泳ぎを見せてくれています。これも名古屋港水族館の名物の一つですね。ここにシャチを入れたらどうなるのか気になりませんか。名古屋港水族館によると、2007年の黒潮大水槽リニューアルでマイワシの大きな群れを搬入後、餌を与えた際にマイワシたちが興奮して通常より速いスピードで一斉に泳ぎ出し、その様子があまりにも美しくてマイワシのトルネードは誕生したそうです。その後全国へこのショーは広がっていったということです。
もっとゆっくり撮影したかったんですが、ゴールデンウィークに行ったので本当にすごい量の人がいて、撮影できた生物は限られちゃってるんですが、うまく撮れた場面だけダイジェストで紹介していきますので、しばらく。私は愛知県に住んで30年以上なので、小さい頃から名古屋港水族館に来てるのですが、私と同じでこの潜水服を着た怪しい模型を昔から見てきた人も多いはずです。非常に不気味で昔から必ず見ちゃいますね。世界中で名古屋港水族館にしか展示されてない生物がすぐそこにっていうエリアなんですけど、行列ができてたんで見ませんでした。展示されている生物は南極オキアミで、南極に住んでいるクジラ類や鳥類、魚類の餌になって生態系を支えている重要な種類だそうです。わざわざ並んでみるコストパフォーマンスを考えてスルーしました。最近の水族館事情を話すと、ゴールデンウィークに行ったのですごい人がいましたが、名古屋港水族館に限らず全国の水族館や動物園はコロナ禍で来場者が激減しており、それに加えて原油高の影響で餌代が高騰して追い打ちがかけられています。名古屋港水族館は業者と年間契約で、餌に関しては最近の物価高の影響は出ていないようですが、コロナ禍による入館者の減少で厳しい状況のようです。この動画をきっかけに一度足を運んでみてはいかがでしょうか。ここが日本一大きい名古屋港水族館の野外水槽です。実は水槽だけでなく、名古屋港水族館は延べ床面積で日本一の大きさを誇る水族館なのです。先ほどから紹介しているビッグ3のシャチの公開トレーニングもここで行われています。日本でシャチが見られるたった2カ所のうちの1つの場所となっています。名古屋グランパスのマスコットのグランパスくんもシャチですし、名古屋城も金シャチですし、ご当地の愛すべき動物ですね。ちなみに中日ドラゴンズのドアラも、東山動物園にはコアラがいますね。観覧席で一番おすすめの席が分かったんですけど、今歩いている通路よりプール側の席の一番後ろです。ここは通路から後ろ側よりも迫力があるところを見られるし、イルカが後から水をかけてくるコーナーがあるんですけど、ギリギリ濡れないラインでちょうどいいとこ取りできる席です。楽しみたい人は早く着いて、この通路よりもプール側の一番後ろの席を取るといいとこ取りできて本当に楽しいと思います。ショーの前に中央の大型モニターにカメラマンが観客を映してくれていて、割と歓声が上がっていました。可愛い子供なんかは映してくれやすそうな感じでした。それではイルカショーの映像を撮ってきたんで、ダイジェストでご覧ください。Thank you.
今回実感したのは、アソビューで事前予約していってよかったっていうことです。アソビューっていうのは、電子チケットを予約できるサイトのことです。名古屋港水族館の電子チケットも販売していて、そこで事前に買っておけば、当日入り口で QR コードをかざすだけで入れます。チケットを買う列に並ぶ必要がないんです。この日もチケット売り場には30分以上は余裕で待つであろう行列ができていて、この行列を回避できたのは本当に良かったです。最近では鈴鹿サーキットのテーマパークもアソビューで予約して並ばずに入れました。この時はアソビューの電子チケットの方が少し安かったんで得しました。最近は普通に並んで買うと時間もお金も本当に損ですよね。説明欄にサイトのリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。何今、かわいい。